すする TV。 ずるずる、どうも、すするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、都心にもノスラーがあったぞということでこちらです。どん、 JR 飯田橋駅から徒歩5分くらいのところにあります備前亭さんにお邪魔してます。40年以上続く老舗のラーメン屋さんですね。店主さんの人柄がかなり良くて、お店の雰囲気もいい感じということで早速行きましょう。レッツゴー。さあ、備前亭さん、注文制です。今回は品そばとゆで卵をお願いしました。名物の炊き込みご飯も食べたかったけど、この日はすでに売り切れてしまっていたんだなと思いながら待ってた。こちらが備前亭さんの品そばです。はい、ザ・ノスラーといった安心するビジュアル。醤油色をしたスープの表面に浮いた油は東京の醤油ラーメンといった感じだぞってことで、いただきます。さあ、まずはスープから飲んでみましょう。ベセー、しっかりと鶏ガラの出汁を感じられるとともに、バッチリ存在感のある醤油。昔ながらとはいえども現代にも適応している素晴らしいスープで、まさに現代に残るラーメン文化遺産です。では続いて少し縮れた麺をリフトしてみると、スープの色がしっかり絡んだ絶妙にうまそうなビジュアル。早速すすってみましょう。ねひーん、熱々醤油スープがしっかり絡み、安心安定納得のバランス。特に何かが飛び抜けているとかそういうわけではないですが、それでいい、いやそれがいいってことで箸が進みます。ってことで、ただただシンプルな美味しさに舌鼓を打ちながら、こちらは箸で持つと崩れてしまうチャーシュー。口の中ですぐに溶けてしまいますが、美味しさはいつまでも味覚に残る侮れない一品。周りにはお酒を飲んでいる方たちも多くいて、このチャーシューをつまみにするのも最高だろうなと思いながら、またすすりまくります。そんなこんなで、こういうお店はメンマもしっかりうまいんだぞってことを再確認したい。店主さんが2階の団体さんにビールを運ぶ姿まで最高の調味料になるんだなと感慨深くなっていたりしたところで、ラストに煮卵が登場。トッピング全部そうですが、めっちゃ味が染みていて、どれも単体でおつまみになるレベル。こういうのほんと大好きです。といった感じで、最後はしっかりと全身に美味しいスープを染み込ませていけば、本日も大満足で完食です。大変美味しくすれました。いつまでもあり続けてほしい。そして次は絶対炊き込みご飯を食べるぞい。それではごちそうさま。はい、ごちそうさまでした。いやー、備前亭さんに行ってきたんですけれども、うまかったですね。あっさりとした鶏ガラベースの醤油スープで、シンプルにうまいといった感じでしたね。雑味などもなくて、すごくスルッといけちゃうスープでした。麺はスープに合う中細縮れ麺で、特に麺に特徴があるといったわけではなかったんですけど、こちらのスープとのバランスをね、すごく考えられて美味しかったです。チャーシューは持ち上げられないくらい柔らかくて、すごくとろけるチャーシューで、味もバッチリ染みてて美味しかったですね。メンマもコリコリ、そして煮卵にもしっかりと味が染みていて、それだけでお酒が飲めるんじゃないかってくらい結構濃いめの味付けでしたね。今回は売り切れで炊き込みご飯が食べれなかったので、今度行った時は炊き込みご飯、そして餃子もねセットで楽しみたいと思いました。ごちそうさまでした。それではするの公式キャッシュフレーズ、備前亭さん、人柄も最高や、うまい。